どうもハッシーです。室内ビオトープ17日目、本日は水生植物の植栽編です。購入した植物がこちらで、早速植栽していこうと思ったんですが、植栽場所の水位がですね、ちょっと深すぎることに今更ながら気づきました。水位が浅いところで5から7センチ程度あるため、湿生から中水植物にはちょっと深いかなぁと。水位は下げたくないのでかさ上げします。作業しやすいように一旦水を抜いて風山石を並べていきます。こんな感じで並べて新品のソイルを入れました。先ほど抜いた飼育水を戻してかさ上げ完了です。これで水位は2から3センチ程度とちょうど良い深さに調整できました。植栽の前にまずはトリートメントから。特に室内ビオトープの場合、害虫の混入を絶対に防ぐ必要があります。購入時についていた土は全て取り除きます。古い葉っぱや傷んだ根っこも取り除いて念入りにチェックします。特に根元にスネイルがいる可能性があるため念入りに取り除きます。茎の間にもいる可能性があるので注意が必要です。虫が多少混入してもメダカが天敵となりますので大したことありませんが、スネイルが混入すると結構きついです。もしスネイルを目視できた場合、卵を産みつけられている可能性が高いので、その植物を使わないのも一つの手です。私なら1ヶ月以上隔離してから使用します。植物を洗うときは水道水でも構いませんが、洗った植物をつけ置きする場合は飼育水に入れておいた方が無難だと思います。次に強酸で洗う方法と強アルカリで洗う方法の2種類があります。強酸で洗う方法は過去に何度か水草を溶かした経験があるので、私は強アルカリで洗っています。バケツに水道水を入れて消石灰を少々入れます。 pH は11です。ここに植物を10分間つけ置きします。強アルカリで洗うと目で見えない虫や卵、バクテリア、農薬などを除去することができます。ただし植物自体にも少なからずダメージが残りますので、10分以上のつけ置きは避けましょう。強酸および強アルカリは危険性のある pH になりますので、よく調べた上自己責任のもと行ってください。このくらい念入りに前処理を施すことで害虫の混入を防ぐことができます。では植栽していきます。まずはシダ植物から。これは湿生植物ですので一番水位の浅いところに植栽しました。次にヒメトクサ、湿生から中水植物になります。和の雰囲気が出ていいですね。何をどこに植栽するのか決めるときが一番楽しいです。全体のバランスを考えつつ、好む水位や日当たりなんかも重要ですね。ヒメホタルイ、これは中水植物になります。ビオトープの中では前景層らしいです。バラしてみるとヘアグラスとほとんど同じ構造をしていたので爆食しそうです。クラッシュアイスですが、どうも相性が悪かったので植栽するのをやめました。写真で見た時はいいと思ったんですが、組み合わせてみるとなんか違うんですよね。ビオトープの場合、天気が悪かったり日が暮れたりすると綺麗に撮影できないのが盲点でした。残りの部分は水草や水草の水上葉を植栽していこうと思っております。本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回はいよいよメダカ導入編です。今年は高級メダカに挑戦してみます。続きが気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
ではまた。